おい、コナミさん、昨日この流れやっちゃったよ。はい、どうもメスです。ということでね、いやーもう完璧にね、おいコナミさん流れでね行きたいところなんですけど、昨日ねウーディさんの動画でこれやっちゃったんでね、さすがにね2日連続でちょっとね同じようなネタ続けるのもねちょっとどうかなと思ったので、いややりたかったなぁいろいろ言いたかったけど、まあ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 ちょっとね同じネタは使えないということで、このねアイコニックモメント、いやーなんかツイッター見ましたけどね、結構荒れてますね。はいなぜ荒れてるか、まあ皆さんねご存知かとは思うんですけれども、まあ能力値がね、まあ本当にこの選手ね、ギブン選手、バリー選手ね、本当にあのレジェンド、まあ活躍した選手だと思うんですよ。まあ俺もねこういう風な感じでフォローもね言えるようになってきた。はい長年ねやっぱウィーでやってるとこういう配慮がね大事っていうのに気づかされるんで、あのブロックするとね結構叩かれるんで、はい。でですね、まあね、なんでいろいろ言われてるか、まあ微妙、能力がかなり微妙ということで、まあね、さすがの、配下金勢のね、メッスも、この、アイコニック、モーメント、マンチェスターシティね、この二人、しかも二人ですよ。110人って二人。さすがに、引き間、す。引きます。はい。配下金勢にするっていう選択肢はない。うん。引きます。はい。引いて、もうこの二人救っていこう。もう本当にね、ツイッターではね、もう本当にね、いや、さすがの俺も引くぐらい、もうボロクソ書かれてましたよ。弱いだのなんなんで。まあ、これあくまで能力値を決めるのはね、コナミさんなんで、このね、実際の、このね、ギブン選手、バリー選手ね、強いと思うんですよ。現実ね、レジェンドなんで。まあ、あくまで、このコナミさんが設定した能力値、に、振り回されることなく、俺はね、この二人を救いたい。獲得して救う。はい。まあ、とりあえず今日はね、救うまでの動画できないので、プレイヤーオブザウィークもまだ引いてないので、とりあえず、しっかり引いて救っていきたいと思います。マジでね、ちょっと、さすがにね、この二人沼ると、ちょっと俺もね、さすがに大のね、耐久性が心配になるので、大パンでね、ちょっとぶっ壊れる可能性あるんでね、ちょっとサクッと引いて、この動画終わりにして、次の動画でね、週刊 FP ガチャ引いていきたいと思います。今日中にね、頑張って出します。はい。ということで、まずは、今日のね、この動画は、アイコニックモーメント、マンチェスターシティ2人、引いていきましょう。一旦カット。まず一発目、引いていきましょう。さあ、一発、来ないかー。もう、一発で来てよ。オッケー。まあまあまあ、そう甘くないだろう。まあこうやって結構ね、前回もそうだったんですよ。雑談してれば意外と来る説。雑談してればポーンとね、来たりしちゃったりしなーい。しない。いやー、俺もね、あんまり、このマンチェスターシティにちょっとね、4万5万はかけたくないな。5000円ぐらいでなんとかならないですかね。嫌な予感してきたけど、まあ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 、ちょっと出るまで一旦カットしますか。はい、来たー。よし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 、来たさあさあ、どっちだ、どっちでも、おー、どっちでもとか言っちゃった。バリー選手ですね。オッケー、アンカーのバリー。さあ来ましたね。あとはギブンのみか。おー、渋い顔してる渋い顔してる。オッケー。うん、割と好きな顔してるよ。はい、オッケー。これで、5戦終わりましたね。はい、バリーしか来てないっす。はい。これどうなってんのかな？ちょっとバリーしか来てないんだけど。まあ、51連目で来ても OK。全然 OK。さあ、51連目で、51、うん、来ない。110連かな？しました。え？バリー、
だけ。111年終了。はいはい。まさか、まさか追加課金とかないですよね。まさか、追加課金とか、うん、112年目終了。いや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 、さすがに、これ前回もね、アーセナルの時かな。アーセナルの時も、まあ、こんな話してたら、まあ、引けたので、まあ、ラストにね、来るっていう、まあ、オチを準備してくださってるってことですよね。オッケーオッケーオッケー、大丈夫。113連終了。はい。114年目。さあ、行きましょう。はーい、すごい。こういうこと。こういうこと。わかってる、この皆さん。さあ、義務ありがとうございます。皆さん、カットであっという間だったと思うんですが、バリーが出てから一切アイコニックモーメントが来ません。これで200連目です。一旦カットで、皆さんお知らせです。追加課金12000マイクラブコイン分、行いましたが、大した見どころもなく残り10回となりました。アイコニックモーメント演出が、追加課金して一度も来ていません。はい。これは過去最大級の気がします。非常にやばいです。あと6回で、ギブンさん来ていただけないでしょうか。お願いします。本当に切実な、うん、エデルソンはいいぞ。エデルソンではなく、ギブンさんお願いいたします。あと5回、切実な願いです。まさか120連で1回もアイコニック演出が来ないなんて誰が想像つくでしょうか。はい、少なくとも僕は想像がつきませんでした。まさか120連して一度もね、あのアイコニック演出、あのピンクの画面をね、見れないとは。はい、私自身本当に全く想像ができませんでした。残り3回ですね。はい、いや、まだわかりません。はい、今計算できます。200、37連目が終わりましたね。はい、8連目か。これで239連目ですかね。はい。非常にまずい状況です。はい。はい、来ませんね。ピンク色の画面は来ません。はい。これで、240連目です。はい、お願いします。来てください。もう、大パンする元気もありません。240。ちょっと待って、マジでリアルに1時間ぶりぐらい。さあ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 、ちょっともう自分が何連かも分かっ、もう本当に本当に本当にギブン、本当にギブン、本当にギブン、お願い。ああ、もうリアクション取れない、リアクション取れない。ギブン来てもリアクション取れないよ。ギブン来てもリアクション、やったぜー。あー、つらかった。あー、やっといけた。何連だ。あー、キリーナ、まあちょっともう多分表情出てると思うんで、あー、マジで使った金、うーわ、めっちゃかかった。はい、ということでね、340連で無事ね、コンプということで、もしね、
まあ別に証拠とか求めない証拠とか求めないですよ。これもしこのね、まあいわゆるちょっとこのねレジェンド2人とかマンチェスターシティのねこの2人が好きな人には申し訳ないんですけど、まあぶっちゃけウイレ的に言うと渋いガチャですよ。はい、この激渋ガチャで340連回した人います？他にもしいたらね、ちょっとコメント欄とかで教えていただければと思います。はい、ということでね、これからちょっとねこのこっちのね周回フィガチャ引いていきたいと思うんで、あーだいぶ体力使ったということでね、やっていきます。はい、ありがとうございました。